どうも皆さん、おっさしウマ娘、ヒヒーン関拓聖也です。本日は、数々の陰謀が渦巻きすぎて渦巻きナルト剣山、謎の石碑、ジョージアンガイドストーン。最近あれが何者かに爆破されたって話題だったよね。じゃあ、あれは誰が何のためにやったのか。今日はそんなお話をしていきたくすぜよ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、久しぶりの都市伝説会ということで、最近、オカルト界を最も騒がせてると言っても過言ではない大事件が起きました。それが冒頭でもお伝えしていただきました、ジョージアガイドストーンの爆破に関してでございます。ちょろっと僕も過去に触れたぐらいで、この石について今日がっつり話そうかなと思います。そもそもこれ何っていう方から、最新の考察とか陰謀論までお話できたらなと思います。早速です。先月6日、アメリカジョージア州にある、ジョージアガイドストーンが何者かによって爆破されるという物騒な事件が起きました。この爆破により4本のある柱のうち1本が倒壊。早朝だったこともあり、幸い怪我人などはいなかったんですが、その日のうちにモニュメントは完全に撤去されたということです。その後、防犯カメラの映像から爆破直後に走り去るグレーのセダンが確認されております。事件との関連があるとみて警察が足取りを追ってるということなんですが、はいと、まあこれ陰謀論とかにね詳しい方なら結構衝撃のニュースだったと思うんですけど、そもそもこのジョージアガイドストーンって何なのかっていうところからだよねってこと。こちら、ジョージア州のエルバート郡の人気のない小さな丘にぽつりと立ってる花崗岩という岩石でできたモニュメントです。めちゃくちゃ重たいです。高さが約6メーター、4本の柱の上に1枚の石板が屋根のような形で重なっています。こちら1980年に完成して以来ですね、非常に謎めいた遺跡だというふうに言われていて、まず一つ目、誰が何のために作ったものなのかわからない。はい、全く不明らしいんですよ。さらにこの石碑にはとあるメッセージが書かれておりまして、その内容が、知ってる方多いと思うんですけど、人類が守るべき10のガイドラインというものでして、ちょっと内容まとめました。1つ目、大自然と永遠に共存し、人類は5億人以下を維持する。2つ目、健康と多様性の改善、再生を懸命に導く。3つ目、新しい生きた言葉で人類を団結させる。4つ目、情熱信仰伝統、そして万物を沈着なる理性で統制する。5つ目、公正な法律と正義の法廷の元で人々と国家を保護する。6つ目、外部との紛争は世界法廷が解決するよう全ての国家を内部から規定する。7つ目、強力な法律や無駄な殺人を廃止。8つ目、社会的義務と個人的権利の均衡を取る。9つ目、無限の調和を求める真美愛を称える。最後10個目、地球の癌にならないよう人口増加する人類が地球環境を破壊しないため自然のための余地を残すというものでして、なんか SDGs みたいないいことが書かれてあるようにも見えるんですが、特にインパクトがあるのが1つ目、人口を5億人以下にするというところですよね。今の世界人口がだいたい増えて80億くらいなので、そのうち10人中9人以上減らせってことになるんですよ。いやだいぶよ。こういった内容からですね、この石碑に関して裏で秘密結社とか悪魔崇拝的な組織が絡んでるんじゃないかというふうに長年噂されてきました。この10のガイドラインに関してその存在をよく思わない人も少なからずいまして、実際2008年にはこの石碑に新世界秩序に死をというスローガン的な落書きがされたんですね。この新世界秩序って何かというと、今後世界では世界政府や世界のエリートたちが独立国家を排除、地球単位で政治経済を管理するという陰謀論的な話なんですよ。 New World Order ですね。またですね、今年のジョージア州選挙に立候補したカンディス・テイラー氏という方がこのガイドストーンを悪魔のモニュメントという風に呼んで、私はこの選挙に当選したらこの石碑を撤去するっていう風な公約を掲げてたんですよ。そこでもまた話題になりました。で、よく思われてない理由としては簡単で、そもそも誰が何の目的で作られたのかが全く分かってないんですよね。ただ唯一分かってることとしては、1976年 RC クリスチャンと名乗る人物が石材建築業者にこのモニュメントの作成を依頼したとされてるんですね。ただこの名前は偽名であることが分かっています。わざわざ偽名使ってるんですね。さらにこのガイドストーンが完成するまでに実際にこの方に会ったのはたった2人だけだと言われていて、その1人はこの石碑を実際に作った建設会社の社長さん。証言で、最初この計画を聞いた時こんなバカな計画があるかよと思ってちょっと諦めさせるために値段をかなり釣り上げたんですね。しかしそれを聞いたクリスチャンは諦めるどころか前のめりに、では完成までどのくらいかかるって聞き返したそうなんですよ。またもう一人はエルバート郡の銀行家のマーティンという人物。彼の証言では、初めて会った時に自分は偽名だと、さらに自分が所属する組織は石碑の建設を20年以上も前から計画していた、この建設は絶対匿名で行いたいということを伝えたそうです。その後ですね、正式に契約を結ぶ流れになった時、この建設に関する仲介人はマーティンのみ、素性を一切明かさない。プロジェクトが終了した後、石石の建設に関わる全ての書類と記録を破棄するというのをお願いされたそうです。またこの費用に関しても複数の銀行から分けて送金しろと言われたそうですね。そこで銀行からマーティンはですね、今僕らと全く同じ感情のことを聞きました。その前になんでこんなことしてまでこんなん作るんですか。すると、申し訳ない、だがあなたには到底理解できないことだと彼は言ったそうです。ここまで徹底して身元を隠して、しかもこの意味深な決め台詞ですよ。ただのいたずらではないということが分かりますよね。でこのクリスチャンという名前なんですけど、ものすごく名前の似てる方がいまして、それが15世紀頃ヨーロッパで活躍したとされてるクリスチャン・ローゼン・クロイツという方の名前、これひっくり返すと RC クリスチャン。そしてこの彼が設立したとされてるのが、そう、秘密結社バラ十字団。もう言わなくても分かるよね。バラ十字団といえば深く関わってるのがフリーメイソン、イルミナティ。こんな話があるわけなんですけど、依頼主がこのクリスチャン本人ってことはないにしろ、さっきの建設業者の話とかが本当だとしたらちょっと普通の人じゃない感じありますよね。だってわざわざ土地を買って石を加工して建ててもらって相当な額がかかったと思うんですよ。で今回そんな謎の石碑が爆破されたんですよ。これは何かしらのメッセージが込められてるんじゃないかと言われ始めてるんですけど、まず一つ目の説としては、このモニュメントを建てた側の人間、支配者層と言われる人たちに対する抵抗ですね。俺たちお前らなんかに支配されねえよと。そしてもう一つ、それがプランの変更、もしくはミッションコンプリート。はい、ちょっとゾッとしますよね。特にアメリカ、ヨーロッパ、そしてこの日本でも今回の爆破は何かしらの陰謀が絡んでるというする声が多くて、ツイッターでは一時ですね、これで地球は次元上昇できるとか、それこそワクチンを接種させたことで人口削減が達成されたとか、もう陰謀論のバーゲンセール状態になったんですね。ただ今回の爆破に関連してというか、この爆破も計画の一環だという主張があるんですけど、これにあやかったちょっと面白い話があるんですよ。それがインド神話に登場する三大神シバとプラフマーの話があって、これざっくり言うと、シバは破壊と再生の神、ブラフマーは創造の神だとされてたんですけど、ある日ですね、いやちょっと待てと、俺らどっちが創造神やっていう口論から喧嘩になっちゃって、最終的にシバがブラフマーの5つある首のうち1つを切り落としたんですよ。ちょっとこの話一旦置いといて、でこのガイドストーン爆破が屋根を合わせると5つなんですよ。そのうちの1つが今回爆破されたんですよ。まあ似てると。でこっからですよ。この神話ブラフマーは創造の他にも過去を司る神だと言われてるんですよ。でこの話と重ねて、過去を破壊して新しく再生させるっていう風に解釈されて、今回もその計画の一環だという風に言われてるんですね。でまあガイドラインが破壊されたのが7月の上旬なんですけど、なんでその過去を破壊して新しく再生という話が出たかっていうと、7月って言えば結構世界的な大事件が立て続けに起こったんですね。さらに今年2022年、風水で言うとこの世界は破壊と再生の年だとされてるんですよ。さらに先ほどはあえて伏せたんですけど、今回爆破された石板っていうのが中国語とロシア語が書かれた石板だったんですよ。ここが爆破されたっていうことが何かしらのメッセージ性があるんじゃないかという声も多いんですね。はいとバーッと紹介しましたけど、もし計画だったらこう全部水面下でやると思うじゃないですか。まあ、わざわざ目立つような爆破とかはしないんじゃないかなとも思うんですよ。どこまで行っても都市伝説なんで大げさになってるだけの可能性もあるんですけど、じゃあなんでわざわざポーネグリフみたいに石で掘ったんやってあんま必要性感じられないじゃないですか。ただ一つ思ったのが、フリーメイソンってもともと起源が中世の石膏なんですよね。なのでそれにのっとった可能性もあるんですよ。でさっき出たバラ十字団、ここに参加していたとされている人物で、これ自分から参加してましたって言ってる人なんか少ないんですけど、サンジェルマン伯爵って方がいるんですよ。彼英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語とかいろんな言葉が喋れたし書けたんですけど、これ石に書いてある言葉と一緒なんです。さらにもう一つ、彼が当時噂されていたのが不老不死なんですよ。彼は錬金術についての知識もすごくて、すでにそういった薬を開発してて、70歳だったのに見た目は40代だったみたいな噂がすごくて、実はもう何百年も生きてるんじゃないかと言われてるんですね。これに関して哲学者ボルテールが1760年4月15日にフリードリヒ2世に宛てたもので、このサンジェルマンについて言及してる部分があって、それが決して死ぬことなく全てを知ってる人物であると書いてあるそうです。そしてこれを立てた方、偽名を使ったっていうのがあったんですけど、これもまた同じような人物が同時期にいたんですよ。それがカリオストロという方、彼は経歴を偽った詐欺師なんて言われることも多いんですけど、彼もまた未来を予言する力があったから秘密結社の一員だったんじゃないかとも言われていて、このサンジェルマン伯爵が師匠だったっていう説もあるんですよ。これはね結構伝説の話ではあるんですけど、この意思を受け継いだものが未だに存在してるのか、それともサンジェルマンがまだ生きてるのか。そして小さく囁かれてます。本当にファイザー社は2023年2月までにこのジョージアガイドストーンを立て直すのか、信じるかサンジェルマンかはあなた次第です。最後のなんかそう言われてるんですよ。なんかあるのかなってちょっと思っちゃいますけどね。ぜひ皆さんの考察もお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。